ルイーゼ・ザイドラーは、ドイツの画家である。ゲーテの支援を受けて、バイマルの宮廷などで活動した。当時作戦先定高寮のイエーナに生まれた。父親は、イエーナ大学の学者で、幼い頃は、祖母から音楽と絵画の教育を受けた。祖母が死んだ後は、ゴータの父親の知り合いの妻から教育を受け、ローマの修行からゴータに戻った、彫刻家のデールと知り合い。 美術への情熱が高められた。イエーナの宮殿の父親の家はゲーテの住まいの隣で、ゲーテはザイドラーの幼い頃から知っていた。イエーナの父親の家で暮らすようになってできた女友達の一人は後に哲学者のフリードリッヒ・シェリングと結婚した。フリードリヒ・ホンシラーやヨハン・ゴットリー・プ・フィヒテ、シェリング、ゲオルク・ビル・ヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル、フンボルト兄弟らといった、 芸術家、知識人たちの中で過ごした。1806年にイエーナをフランス軍が占領した後、ジャンバティスト・ジュール・ベルナ・ドットが率いるフランス軍の軍医と結婚するが、夫はスペインへの移動命令を受けて移動した後、すぐにスペインで熱病にかかり死亡した。未亡人になったルイーゼの気を紛らすために、両親は彼女をドレスデンに旅に出した。ドレスデンで、 アルテマイスター絵画館に通い、画家になる決意をして、リスティアン・レーベリヒト・フォーゲルに学んで、すぐに、技術は向上した。カルロビバリからの帰りに10日ほどドレスデンに滞在した、ゲーテは、ザイドラーのカルロドルチの作品の模写に感心し、ザイドラーをバイマルに招待し、バイマルで、ザイドラーは、ゲーテの肖像画を描いた。冬の間は、バイマルとイーナで過ごし、夏は、 ドレスデンで、ゲルハルトフォン・キューゲルゲンの下で修行する暮らしを1814年に、母親が亡くなるまで続けた。1811年にザクセン・ゴータ・ール・テンブルク公、アウグストに、ゴータに招かれ、アウグストや皇后、王女、ルイーゼの肖像画を描いた。その後も、ゴータで仕事をしたが、母親の亡くなった後は、イエーナで、父親の屋敷を支配するために美術児活動から一時、 離れた。1816年に代表作の一つの、ローフス礼拝堂の祭壇画を制作した。ゲーテの計らいで1817年に、ザクセンバイマルアイゼナ派対抗カール・アウグストから、奨学金を受けて、ミュンヘンに1年間、留学し、哲学者のフリードリヒ・ハインリヒやコービに歓迎された。シェリングの妻になっていたかつての友人とも再会し、彼女の屋敷で、 スウェーデンの詩人、ペール・ダニエル・アマデウス・アッテルブムにもあった。ミュンヘン美術院の校長ヨハン・ペーター・ホンランガーの指導を受け、ミュンヘンの美術館のラファエルの作品の模写をし、さらに、イタリアへの留学の奨学金を得て、1819年にローマに旅し、ナザレ派の画家、ユリウス・シュノル・フォン、カロルス・フェルトや、フィリップ・ファイトラとも交流した。 1819年にはナポリに何ヶ月か滞在し、1820年の秋にはフィレンツェでラファエルの作品を模写した。1823年に父親が重病になったという知らせを受けてドイツに戻った。ドイツでは作品の制作とザクセンバイ・マルアイゼーナ派対抗の娘たちを教える仕事をした。1924年に 大公の美術コレクションの管理の仕事に任じられていたので父親が亡くなった後もバイマルに留まらなければならなかった。バイマルで活動を続け高く評価された。1932年になって2度目のイタリア旅行を行い1年以上イタリアに滞在した。晩年は雨を悪くして多くの作品が未完となった。ありがとうございます。